わあ、なに、なにこれ、吐くの、吐くの、困っちゃうって、こんだけの人に帰るってよ、困っちゃうらしいぞ、リンダかお前は本当に出ましょう、すごいからね今日ね、爆竹の桜井君です。怖いんです。これはなかなか高いもんだ。少しね、これいいものでございます。ありがとうございます。うん、何言ってんの。ディスクガレージから来てますね。ライライトパブの飲み屋関係多いですね、こちらは。三つぼ亭っていうんですか、これ心のスナックだ。なんとお、キッカーこうじゃん、キッカー君。あとビクターインビテーションバーベキューとか原宿イエローハウスとかいろいろ来てます。え、ごめん。おー、いいよ電報が。桜井君、あ、みんな来てますんで、まあ、あと渡しますから、じゃあ読んでて。はい、ありがとうございます。仲間トークのメッセージで、うちより大きいポスターを持ってこないでね。あ、何も持ってきませんでした。あ、いつかぜひ天草四郎をやってねと言ってますね。あ、ドラムとかそういうのの予定はないの。ないです。やる気はないの。結構武将っていうか面倒くさがりなんで、一つのことをやるのも大変なんで。あ、そう、はい、俺も面倒くさがり屋なんだよね。もうほんと他の人はライブ開いたりいろんな仕事してるけど、めんどくさくてね。でもすごいと思います、毎日こういう場所で毎日違う人と会って。いやいや、それは一つ楽しみでもございます。緊張します。今日は表すごかったね。あ、裏から来たんです。裏から来た、はい、すごかったよ、もうね、もう、あ、すごいよ、アルタの前真っ黒だもん。なんであんなに黒いんだと、なあ、おかしいな、黒いなあと思ってさ、うん、みんな俺のファン、うん、すごい、俺がみ、あの車から降りると道が開くからちゃんとしてるな、あのファンもね。キャーじゃないもん、キャーすごい、今すごいだろ、どこ行っても。いや、そういうわけでもないですよ。いやいやいや、こういう機会がなければやっぱり。そう、はい、いや、ライブとか行くとすごいでしょ。あ、そういうのはやっぱり、もう、はい、後ろももう楽屋口も全部持ってる。うん、でもあんまりそういう決まった人だけでいつも。あ、そう、そういう、うん、俺たちのファンなんかはぁ見てはぁって笑ってるぐらいならいいんだけども、憧れてるわけでしょ、なんかこう手組んだよなんかって。あれはどうなるんだろうね、どう対処していいか分かんないでしょ。そうですね、これでなんかやっぱファンレターもたくさん来るわけでしょ。読みます。あ、読む、はい、俺のファンレターね、若い子からいっぱい来んだろ。で、熱いの、こんなに熱いの、うん、必ず2つ、俺用のとスマップとか光源何かを紹介してお友達になりたい、俺も友達になりてんだよって言うの。俺が先立つの。ミュージックステーションね。そうそうそう、みんなね、どういうこと書いてあるの。あの、いろいろありますけども、あの、うん、軽いやつとかありますけども。軽いのもある。あります。はい、なんか言う、そんな感じあるの。最近なんか、うん、ダメなんじゃないとか。あ、そう、うん、ダメな、余計なお世話だよ。そういうのは軽くていいんですけど、うん、もっと精神的にズドンと思い集まる、自分のことをこう語るわけ。そうですね。あれは重いのも困るよね。そうなんですよね、うん、何もこうできないっていうかね。え、中にはね、まあ爆竹系統には俺たちにはわざと作り話をしてくるやつがいるんだよね。気の毒な友達がいますから電話かけてくださいとか、なんかかけると全然全く元気だったらなんかするのがあるけど、
髪でも大変だね、長いと。あ、でもあんまりいじらないし、あんま洗わないの？洗いはしますけども、うん、洗ったらそのまま。あ、そのまま、はい、やっぱこう洗う、ね、どうしてもやっぱりそんなっちゃう。そうなるよなおこうやってるとなんか一瞬自分が女になってくんじゃないかとか、そんなこんなになってかね。ちょっとこうなるかなっていう時もあります、はい、リンスもこうしてそうこうなっちゃう、うん、これさ、これこのままで寝るの？そうです。ちょっとあ朝全部、ま、全面が被ってるってこともない？結構あの寝てるうちに自分で工夫してるらしくて、うん、あ、そう？はい、結構あの問題なく。あれはね、あの起きて何かがあると人間パニックになるんだよね。起きてあの新聞紙被せてるだけでも起きてパニックになるんだよ。あれ目が覚めたら何にもなんかこの辺にいろんな字があるとうわーってやつがいるぐらいだから、髪がこうなったらすごいパニックなんだよ。やっぱ寝ながらでも寝返り打つと同時にこうやってんだ。やってるみたいです。はぁ、ちゃんとこうなってる。あ、でもすごい絡まってますけどね。あ、そう。やっぱブラシでこう。それもあんまりやんないんですけど。やんないの？でもだいたいロックの人って髪の毛傷んでるもんね。そうですね、いろんなものつけすぎるからね、うん、立てて大変だよな、あれ。37、8になると今のロックの人ってハゲる人多いんじゃないの？そうなのかもしれないね。え、もうすごいもんね。あ、立てる人は今スプレーなのかな？ええ、あのうちのメンバーでも、うん、立ててるスプレー。スプレー、ええ、うん、今日酒もらったけども酒はよく飲むらしいね。ええ、よく飲みます。毎日飲んでる？ほとんど毎日。昨日徹夜の飲んでたの？ええ、なんとなく飲んでたら、うん、昼過ぎになっちゃっていやいやいや、それはなんとなくじゃないね。何時頃から飲んでたの？あ、でも朝方っていうか3時、4時ですねから飲み始めた多分。ほう。で、気がついたら昼ぐらいになって、ええ、あ、もう電話かかってくるんだって。ええ、そう、9時間ぐらい飲んでることあるよ。そうですね。でもなんかあのダラ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 飲んでるんですよ、うん、目的もなく、うん、部屋で何しながら飲んでるの？昨日はあの友達が来てて、うん、で無理やりこう寝かさないで、うん、ビデオ見たり CD 聞いたり。あ、そう、はい、友達とはさ、こういろいろこう喋る？喋りますよ。桜井君ね、喋んないんだよ。お、来た。お、ドア開けろ。なんとかあった。いずつ感じじゃないでしょ。うん、でもそれに近いかな。本当？え、そういうイメージないよね、なんか。分かった。なんか飲む？ほとんどお互い会話ないままずっと時間が過ぎていって。あ、人によってそういう相手いますね。うん、何も喋んない、お互い喋んないっていう、うん、それでもいいんだよね、別に友達とね。そう、別に喋ることないし、うん、ただこう飲んでる、うん、俺もあったね。友達ん家に行って喋ることないんだよ。で、向こうはなんだって仕事してて、俺はテレビ見てて、4時間ぐらい行って、じゃあ行くわっつって帰ってきて、うんうんうん、だからおお久しぶりだなっつうのと、うん、何か飲むか、うん、水割りっつうので、はい、テレビ見る、それじゃあ帰るって6つぐらいしか言葉言わないで、それでもうちにいいんだよね。そうですね。じゃあ普段はよく喋る方なの？いや、よくは喋らないです、やっぱり。うん、喋るやつがいて、聞いてるやつがいてっていう、その中間ぐらいかな。あ、そう。メンバーこういうとこ出るとやっぱりダメ？恥ずかしいの？いや、すごい今ここ来てドキドキしました、やっぱり。あ、そう。はい、はい、ステージと違うし、うん、君たちはすごいね。この髪はこっちだって、ちょ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 、すごいね、反応早いね。週刊誌の記者みたいだね。私かいな。おそれは何なの？威嚇してるの？威嚇してるの？
威嚇してどうすんの。もうツアーとかなんかやってないの。ええ、何も。何もやってない時は部屋にじっといるタイプでしょ。はい。部屋で何 CD 聴いたりはしてるわけ。ええ、ビデオ見たり。ビデオって映画？映画でも、うん、映画が多いですね。はい、何回も見てしまうんです。あの一度見たものでも。お、何を何回見るの？ゴッドファーザーとか。おー、何回も何で見るの？わからない。わからない。なんか向こうにいる？いえいえ。タモリさんってお酒飲むんですか？俺はだいたい毎日飲んでんね。ワインって飲みますか？ワイン飲む飲む、たまに。ワインよく飲む。うん、すごい最近好きで。赤ワイン？赤。アッパーワイン赤うまいよね、はい、白飽きるよね。もう、ええ、赤しかない、うん、でも赤ワインってスッスッ入らない？すごい入っちゃいます。あ、1本ぐらいあっという間に行くよね、で気がつきゃもうガラガラ酔っ払ってるってなる、うん、最高何本ぐらい飲む？あ、でも1本と2本ぐらい飲むんだかな。ほう、じゃあ毎日飲む前にはすごい強いって方じゃないんだ。でも強いって言われるんです。お、そう、うん、酒強い、あんまり変わんないとか。全く赤くなったりしないの？いや、なりますけど、うん、酔っ払ってからがどんどん飲めるっていうタイプ。酔っ払うとどうなの？結構その日によってわーってなったり、盛り上がったりするな、それ、このまんまだったり。ちょっと見てみたいね、桜井君が盛り上がるっつうのね。盛り上がるやつを軽蔑するような感じがするんだよね。ああ、そういうのもありますね。ある、うん、それじゃあお友達を紹介して。はい、残念、時間というものがあってね。うん、ロックバンドなんですけど、X のヒデくん。おー、じゃあ、宇田君さん。ヒデね、熱い。今日友達がいないんで困っちゃったね。友達そんなにいないの？いないんです。このウミちゃんの友達もあんまりいないの？あんまりいない。うん、付き合うのあんまり好きじゃない。いえいえ、めんどくさいんだ。ん、今 X さん、また明日も表真っ黒だろうな。真っ暗だな。あ、ありがとう。あ、もしもし、あっち、あ、お願いします。はい、いた？え、いらっしゃいます。あ、もしもし、はい、あ、ヒデさんでいらっしゃいますか？はい、すいません、少々お待ちください。はい、もしもし。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 ポーズでもこうやったのか。お久しぶりです。どうも。元気ですか。はい。今リハーサルですか。そう、初日ので髪立てています。あ、そうですか。明日いいですか。はい。伺います。あ、ちょっと待ってください。それ俺が言うの。もしもし。もしもし。お久しぶりです。おはようございます。どうも。今の何？何？今初日コンサート初日で今髪立ててます。あ、そうですか。はい。あ、明日大丈夫ですか。はい。伺います。じゃあ明日来てくれるかな。はい。いいと思う。じゃあお待ちしてます。はい。よろしくお願いします。